列王記の聖書公開第4回目になります。8章列王記上の8章9章10章から今日の御言葉を取り次ぎます。まずお読みするところは8章の14節から16節まで最初にお読みします。王は振り向いてイスラエルの全会衆を祝福した。イスラエルの全会衆は立っていた。王は言った。イスラエルの神、主は讃えられますように。主は自ら語り、我が父ダビデに約束なさったことを、御手をもって成し遂げ、子を仰せになった。我が民、イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私の名を置く家を建てるために、私はイスラエルのいかなる部族の町も選ばなかった。私はただ、ダビデを選び、我が民、イスラエルの上に建てた。9章の3節に飛びます。9章の3節です。3節から途中までお読みします。こう仰せになった。私はあなたが私に憐れみをこい祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を聖別し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる。もしあなたが父ダビデが歩んだように無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら、あなたの父ダビデにイスラエルの王座につく者が耐えることはないと約束した通り、私はイスラエルを支配するあなたの王座をとこしえに存続させる。もしあなたたちとその子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒めと掟を守らず、他の神々のもとに行って仕え、それにひれ伏すなら、私は与えた土地からイスラエルを断ち、私の名のために聖別した神殿も私の前から捨て去る。こうしてイスラエルは諸国民の中で物笑いとあざけりの的となる。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。列王記を通し、またダビデを通し、その子であるこのソロモンを通して、ダビデの設計、ダビデの蓄えた財産を用いるところの今日はソロモンを通して、私たちにあなたが御言葉を与えてくださいますように、何度も何度も私がダビデに、私がダビデにとここでも語られております。どうかしよう、私がイエス・キリストにと、また父なる神様は語っておられます。そのようして私たちが正しくイエス・キリストのダビデの財産を受け継ぎすることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。4回目、今日のメッセージはダビデとの契約です。ダビデとの契約。前回は神殿と宮殿の建築のことをお話をしました。7年かかって神殿を建て、14年かかって宮殿を建てました。大きさも宮殿の方が倍近くありました。中に使ったところの材料素とか金銭にするならば、宮殿の方が何倍も何倍もお金をかけてきました。そしてイスラエルの人々をユダ族が中心になって、他の十部族を奴隷のようにして使ってきました。そこから大きな大きな分裂が内包してっていうでしょうか、包まれておったんです。人は心の中に神殿と宮殿両方を持っております。神殿と宮殿、すなわち神殿っていうのはあなた方は聖霊の宮であるっていうことでした。また宮殿っていうのは、よろずのものよりも偽るもので、はなはだ悪に染まっているっていう私たちの肉の心のことです。しかし神様は両者に立場を与えております。それは宮殿の中に神殿があるか、神殿の中に宮殿があるか、どうでしょうか。それはいつでも問われるんですね。本来神様与えた私たちの正しい場所は宮殿の中に神殿、私たちの住まいがあるべきなんです。でもいつの間にか
宮殿、私の考え、私の思いが大きくなって、その中に神殿、神様の願いとか思いを入れるっていう風になりがちです。ソロモンはどうだったかっていうならば、明らかに建てた建物の大きさ、豪華さからしてはっきりわかりますね。彼は宮殿の中に神殿を作ってしまったような人になってしまいました。自分の命、宮殿を愛する者はそれ、神殿を失い、私のためにまたこの宮殿ですね、宮殿を捨てる者はまた神殿を得るであろうっていう、そういうふうにしてちょっとあそこのイエス様の言葉を置き換えることができると思います。自分の考えの中に神の御心があるか、神の御心の中に自分の考えがあるか、宮殿の中の神殿か、神殿の中の宮殿か、どうかいつも考えていかなきゃなりません。13年と7年、どっちが大きくなっているか、それを考えなくてはなりません。8章に入ります。神殿が完成しました。そしてそこに神の契約の箱を運び入れていきました。契約の箱、これは2枚の石の板が入ったところのもの。2枚の石の板は十戒でした。十戒っていうのは戒めっていう言葉になっちゃうとなんか堅苦しくなるんですけれども、これはヘブル語では当の神の言葉っていうだけです。ですから言葉なんです。神の言葉がそこに入っておりました。実にこれを神殿の中に置く、これを置くために神殿が作られたと言ってもいいんです。すなわち全ての命はこの石の板に書かれている塔の神様の言葉の中に集約されておりました。中心の中心、戒め、神の言葉でした。神の言葉、戒めは契約の箱の中に収められておりました。以前神殿、また大祭司という話をしましたね。この今日ちょっと絵を持ってこなかったんですけれども、契約の箱、これがありました。まず聖書の特殊なというか他と全く違う性質があるんです。あるいは私たちの神様と他の諸々の神様で根本的に違うところがあるんです。それは何かって言いますと、契約がある。聖書は契約の書物なんです。旧約、新約、これは新しい契約、古い契約でも同じ契約なんですね。神と私、神と人間だから聖書は契約だから、私たちの信仰というのは契約のことになってきます。契約っていうのは一人では成り立たないんです。一方がどんなに賛成しても、もう片方の同意がないとこれは成り立たないんです。一生懸命の小切手をもらったとしても、相手のサインがないものは紙くずになってしまうんですね。例えば相手に今度は10億円のに相手のサインがあったとしても、どうぞと言っても私が受け取らなければ、ただの紙くずと同じになってしまいます。そのように両者の同意によってのみこの契約は成り立っていきます。聖書の神は契約の神です。しかしこの世の神々はどうか、如実に書いているところがイザヤ書の44章にあります。イザヤ書の44章、旧約聖書の1133ページ1133ページ新共同訳聖書ですと、イザヤ書の44章にずっと偶像の本質っていうのをとてもよく分かるように書いてます。特に9節から、偶像を形作る者は皆無力で、彼らが慕う者も役に立たない。彼ら自身が証人だ。見ることも知ることもなく恥を受ける。無力な神を作り役に立たない偶像いる者はと言って、まず偶像で命を持っている偶像っていうのはありますか？いましたか？いないですよね。全くいないんです。
命がないっていうこと。11節からは結局は人が作っているんだっていうことを書いてます。そして18節からはこの偶像は従って悟ることも見ることも私たちに意見を言うこともできないんです。だから何かというと人が決めて人が作り人がその偶像を守ってあげて人が偶像の言うことを決めてあげる。人が偶像から得たいろいろな結果を人間が作っていく。全部人間がやっていること。もちろん背後にそれに対してサタンは喜んでお仕えしてくださる。そうすると、あたかもそれが生きているもののように私の内側には掲示してくる。そういったものですね。そのようにして、偶像がはこの何にもない。しかし神様から離れた人の肉とサタンはそこに十分に十分に働きますから、あたかもそのが神様が語っているようにすら聞こえる人がいるわけですね。神様と人の契約、これは契約っていう時に3つの契約の方法があります。一つはギブアンドテイクっていう契約があります。相互の契約、対等の契約ですね。ギブアンドテイク。次は信頼っていう契約があります。これは結婚は信頼っていう契約ですね。区役所に、登録したからもう絶対離れられないってことはないわけですよね。これは信頼っていう契約です。3番目は主人と下辺の契約があります。これは主人が圧倒的な権威とかいろんなことを持って下辺の方は従うっていうこの契約なんです。語るものと従うものっていう契約なんです。では聖書はどこでしょうか。聖書はこの1と2には少し関係あります。関係あるけれども、圧倒的に3番から始まるんです。3番がなければ2番はありえないんです。信頼もないんです。3番から始まるんです。それは一方的な言葉を悪く言うならば押し付けなんです。押し付け。しかし、この押し付けは愛の押し付けです。愛の押し付け。契約の箱、これを見ていきますと、契約の箱の一番中には十戒、神の言葉が入ってましたね。しかし、この言葉は直接私たちに語ってくるんではないんです。この言葉、生きている神の言葉はどういうふうにして私に語ってくるかというと、この箱の上に贖いの蓋って流れました。これはまさにイエス・キリストの十字架を表しているんです。十字架。ですからイエス・キリストの贖い。で、その上にケルビムって言って聖霊なる存在がおりましたね。だから、この言葉は私たちに命じます。安息日を覚えて聖とせよ。あれをしてはならない、これをしてはならないっていうふうにも取ることができる言葉があります。何よりも私の他に何者も神としてはならないっていう。しかしその言葉は、贖いの蓋を通って、聖霊を通って、私たちに伝わってきます。そうと、これは愛の命令になるんです。愛の命令。だから普通のこの世の主従の関係、あるいは、冷たい法律のに施行されるっていうのと、それは全然違ってくるんですね。そして事実、私たちと神様の関係は神様が一方的に救ってくれた救いなんです。アブラハムと神様が契約を結ぶときですね、動物を裂いてこう並べて、コウとオツが一緒に行って帰ってきたときに契約が結ばれる。ですから、結ぶっていう言葉はです、契約っていう言葉はこの結ぶっていうことから出てきたそうです。ところが
あれを見るとわかりますけれども、アブラハムは神様が来て一緒に行くのを待ってたけれども、待ちきれなくっていうよりも、神様はアブラハムを眠らしたんだと思うんです。で、神様が来ました。アブラハムを起こしませんだ、一人で行って帰ってきました。これで結ばれちゃったんです。ということは、神がアブラハムに対し約束を守って、破ったら神が裂かれ、アブラハムが神様と約束したことをアブラハムが破ったならば神が裂かれる。これが十字架の契約だったんですね。ここから始まりました。そして次の段階として、私たちはそれを受け取るか受け取らないかっていう、まあ、2番目の信頼とかですね、そっちの方に少し進んでいくことができます。そのように私たちは聖霊に、今度は逆に言うと、私たちは聖霊に導かれて、キリストの十字架を通って神の言葉の中に一体となっていくということを表したのが、あの契約の箱だったんです。第一ヨハネの4章の実節に、私たちが神を愛したのでなく、神が愛し御子を使わせてくださった、ここに愛がある。私たちがお願いしたから、父なる神様がイエス様を送ってくださったんじゃなくて、私たちは逆らってばっかりいる私たちに、父なる神様は御子イエスキリストを送ってくださいました。だからこれは愛の押し付け契約、これこそ神様と私たちの契約だったんです。列王記の9章の方に入ってきます。8章の方もそうですけれども、ダビデ、この今ソロモンに対して、この7章8章9章10章、これずっと8章9章10章ずっと通して、でその前も前回のメッセージでも話したんですけれども、前回までもですね、神がダビデに甲府にした、今しめを守り、いやこの神の法に甲府って3回繰り返してたんですね。ダビデがソロモンに教え、神がソロモンに教えていく。ですからここに、この全ては9章の4節から見たように、これは神様がダビデと契約をしたって言ってるんです。ソロモンと直接契約結んでいなくて、ダビデと契約を結んでいる。これはとても重要なところです。神は契約を誰と結べるか、誰とこの契約を与えることができるか。例えば8章の15節、8章の15、先ほど読みましたけれども、我が父ダビデに約束なさったことを、そしてもう少し読むと、私はただダビデを選び、17節にもダビデは、18節に主は父ダビデに、20節に言っても約束のこと、私は父ダビデにってですね、この神様の契約と父ダビデを一体化して何度も何度も語っているんです。17章17節そうですし、18節そうですし、24節そうですし、26節と何度も何度も繰り返されてきます。ではダビデと契約を結ぶことができたんですけれども、どうしてダビデと結んだんでしょうか。ダビデという人の特徴、罪も犯しましたよ。またこのいろんな出来事はありました。弱さもありました。しかしダビデっていう人をよく表しているある言葉、それは詩編の25の15節、まあ、開かなくても結構です。私はいつも主に目を注ぐ、私はいつも主に目を注ぐ。これが詩編の25編の15節書いてありますけれども、まさにダビデをもしこの一言で言うならば、そういった人だったということがきます。神様を一心に見つめる人、
それは御言葉に聞く人、あるいは従う人と言ってもいいかもしれません。私たちが神に従うっていうことはですね、ちょうどペテロが漁をした時に何も取れなかったんですね。その時にイエス様がですね、ペテロよペテロよ、船の右側に網を下ろしなさいと言いました。右側に下ろしたらですね、本当に153匹だったでしょうかね、の網が破れそうになっただったか153匹どっちだったでしょうか、多くのものが取れていったんですね。この左と右、これ昔の船だったら 1.5 メーターぐらいも違わないと思うんですね。こっち側とこっち側、そんなに何十トンの船じゃないですからですね、本当にわずかです。小舟ですよね、手漕ぎの。でも右と左っていうのは、これは平面上の移動ではないんですね。右と左っていうのは立体的な移動なんです。要するに平面から、この世界から上の方っていうことで、右っていうのは上の方です。要するに神の世界です。霊の世界、神の法則、神の約束、そこに目を注ぐ。そうするときに、おびただしいところの魚、これがそこに取ることができました。だからこの私の信仰点、まず聞かなきゃいけないんですね。聞くってこと大事です。そして聞くときに注意しなきゃならないことが一つあります。それは、信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉ってこう書いてあるから、やっぱりもろもろのものではダメなんですね。聖書を通してこの世の方法だとか、あれの参考にするっていうんではダメなんです。聖書そのものから私たちが聞かなきゃならないのは、イエス様が語っているっていうふうにして聞くこと。何も福音書だけではなくして、聖書全体からですね、キリストの言葉。だから聖書の中にキリストが見えるっていうことです。どこ取ってもそこにキリストが見える。だから今、ダビデの約束、そしてソロモンが今従っているときに、そこに見えなきゃならないのは、ダビデとの約束って言ったときに、キリストが見えてこないといけない。聞くっていうこと。そして次には、やはり私たちはですね、個人的にそれを選ぶ権利を持ってるんです。聞いても嫌だっていうこともできるんですね。で、それを納得するっていうことです。要するに、信じるってことです。2番目は信じる。1番目は聞く。2番目は信じる。しかしこれがですね、騙されちゃいけないんですね。信じる者は救われるってありますね。これ騙されちゃなりませんよ。これから聖のさ嘘を言うんじゃないと変に思ってるかもしれません。 Believe っていうのは英語で知的同意だそうです。知的な同意の段階だそうです。これではやっぱり救われないんですね。本当に救われるのは納得する、やっぱり知的に同意しなきゃいけないんです。次もう一つ必要です。それは委ねるっていうことなんです。委ねる。これによって神様は私たちに自由に働くことができるから救われるんです。委ねたら救われるんじゃないんです。委ねるから神様はダビデに約束したようにですね、あるいはイエス・キリストに約束したこと、イエス・キリストで成就したことを私に成就させることができるってことなのです。だから私の行いによって救われるんじゃなくて、信じる信仰、信じる信仰とは神様の言葉を聞いて、そして同意して自分を委ねる。ペテロは左側って言ったのに、右側っていうものに委ねたわけですね。そうしたらそこで多くの魚を取ることができました。神との契約、これは神とダビデとの契約、それをソロモンが受け取っていくっていうこと。これは8章の26節に、8章の26節に
8章の2、イスラエルの神よ、あなたのしもべ、私の父ダビデになさった約束が今後も確かに実現されますように。ちょっと時間がないので開きませんですけれども、もしノートに書ける方はヘブル人へ手紙の10章の8節から18節まで、特に14節から16節までを後でよく読んでください。これと同じこと、神がイエス・キリストに約束させ成就されたことを私たちが受け取っていくということの意味が書いています。9章の3節にソロモンはこう仰せになった。私はあなたが私に憐れみを請い祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を整備し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる、と言ってソロモンの祈り、この前の8章の途中からずっと祈りが書いてるんですけども、それに対して神様がですね、そういうふうに答えてくださいました。しかし9章の4節から条件をつけております。もしあなたが父ダビデが歩んだように無垢な心で正しく私の前を歩み、私を見上げ、私に委ねっていうことですね。これはね、私にを納得し委ねて歩むならば、ダビデに約束したことをお前に成就する。私がイエス・キリストを見上げて歩んでいくならば、父なる神様はイエス様によって作った全ての恵みをあなたに成就する、というふうにして置き換えることができるところです。ただし一番大きな問題は9章の6節、この約束を保護する一番大きな原因があります。もしあなたたちとの子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒めと掟を守らず他の神々のもとに行って仕え、それにひれ伏すなら、私は与えた土地からイスラエルを断ち、神殿もそれも捨て去らせる、と言いました。これ契約だからなんです。契約、要するにこの偶像礼拝、これは一番大きな罪なんです。それは夫婦でもそうです。夫婦の間における一番大きな罪は姦淫の罪です。病気してしまった、酒飲みすぎてですね、妻がやめろやめろって言って飲んで飲んで病気になってしまった、大きな罪を犯した、大きな罪かもしれませんですけど、姦淫の罪に比べるならば小さいんじゃないかと思うんですね。本当にちっぽけなものなんです。やり直すことができますね。しかし姦淫の罪は2人の関係の命を切ってしまうことなんです。ですからこのやがてソロモンはどうしたかっていうと、この罪を盛んに犯してきますね。こんなに素晴らしい祈りをしている人がと思います。9章の10節からソロモンの諸事業というのが書いてあります。まあ神殿を作って、特に宮殿を作ったということがソロモンに言った大きな事業でした。10章の14節から今度はソロモンの富について書いてあります。ソロモンの富、実章の14節にソロモンの歳入は金666キカル、なんかこれ666危ないですね。これね、黙示録のところにあるところの666、6は人っていう意味があるんですね。ヘブル人人人っていうことは神がなくて人中心ですね。キカルっていうのは、これは1キカルが 34.2 キロ、34.2 キロ。そうすると666キカルっていうことは金の 2.2 トン。今のお金に換えたらどのぐらいなんでしょうね。ものすごいものですね。しかしこれら見ていくときに、誰が作ったお金ですか、これ。誰のおかげに得たお金なのか。でもあと見るとソロモン、
ソロモン、ソロモン、ソロモンってですね、この富全部ソロモンって固有名詞がついてます。これソロモンのものですか？ダビデが作ったんですよね。ダビデが作って、まあソロモンも多少それを用いて運用して、投資したかもしれませんですけれども、ほとんどこれはダビデのものです。ですから、ソロモンの目は事業をやる、また富に対して、神ではなくして恵みに彼は目が移っております。実証にシェバの女王が来まして、そしてソロモンのですね、知恵に驚いたって書いてるんですけれども、しかしソロモンの行いからは本当の知恵、どんなことを語ったかっていうことは書かれてないんですね。では皆さん、人間にとっての本当の知恵っていうのは何だと思いますか？本当の知恵。これはですね、まず人間が究極的に求めているものに応えるものでなければなりません。人間が究極的に求めているのをカントはこう言いました。永遠について。永遠。次は絶対の愛。そして3番目は絶対の義。本当に正しいこと。本当の愛。そして永遠。この3つだっていうんですね。そしてこれらは実は神様がお持ちになっているご性質なんです。神様の性質、永遠、愛、義、もう一つ足してもいいです。聖、清い、聖ですね。だから、もし私たちがこういうふうに聞かれたとしましょう。政治とは何ですか？と聞かれたら、うん、民主主義です。いや、共産主義です。あれでこれでって言ってはダメですね。政治とは、これやっぱり神の義を行うこと。じゃあ経済とは何ですか？自由主義、あるいは市場主義、あるいは統制経済、いろいろあります。それは人が神の子として生きるために整えるもの、使えるものですね。目的は人間が神の子として生きるために使えるもの。これ食料もみんなそうですね。教育とは何ですかっていう。それは、まことの神を教えること。だから、箴言の一章の初めに書いています。主を恐れることは知恵の始めなんです。人間の知恵は神なんです。しかし、ソロモンが確かに祈ってますね。とてもよく、八章の途中からずっと、この時はこうしてください、この時はこうしてくださいと祈っておりました。しかし、どうだろうか。ソロモンの祈りは正しいです。ずっと見てください。正しいんです。しかし、ソロモンは正しくないんです。ソロモンの祈りは正しいけれども、祈る人は正しくないんです。これは私たちに対してももしかしたら言える時がいっぱいあるんですよね。ですから神様は祈る祈りそのものよりも祈る人の心を見られるお方です。そっちの方が正しくあるっていうことがですね、もっと重要です。もし祈る人の心が正しければ、神様はその人に語りかけることができる。その人を導くことができるんです。本当にソロモンの祈っていること正しいですよ。8章の特に1節からのずっと祈り。これを見るとですね、悪いことなんか何も祈ってないんですね。財産、能力、賜物、健康、家族すらも、これは固有名詞が続くときに、これは間違っていってしまいます。これら一つには、神っていうですね、それがこの称号っていうんでしょうか、それについていなければならないんですね。神によって与えられた家族、
神によって与えられた私のこの賜物、神に与えられたこの能力、神に与えられたによってある健康、この人とのつながり、交わり、あるいは日本人、それら全て含めてですけれども、あなたを他の者たちよりも優れたものとしているのは誰ですか？一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか？もしいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか？とパウロは第一コリントの4章の7節で言いました。第一コリントの4章7節です。そして誇る者は主を誇れと、第一コリントの1章の30節、誇る者は主を誇れと言いました。そうです、私たちのこの受ける本当の財産、これはこの世のものを超えた天に蓄われていて、朽ちず汚れずしぼむことのない財産なんですね。これは全部キリストによって作られているものです。だからあなた方は旅人であり、仮住まい居留者ですから、魂に戦いを挑むこの欲の肉の欲を避けなさいと、第一ペテロの2章の11節でこのようにしておっしゃってくださいました。そうです、私たちはダビデとの契約、それはイエス様との契約、神がイエス様と約束し、またイエス様が作ってくださったその財産、これを私たちは本当に正しく用いるために祈っていかなければなりません。アーメン。お祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。神様がイエス様をお使わしくださって、私たちと一方的な愛の契約を結んでくださいました。それに今私たちは聖霊に導かれ、またイエス様の贖いを通してその契約の中に、言葉の中に入っていくことができて、父なる神様、御子イエスキリスト、聖霊なる神様と一つになって生きることが許されていること、これこそ私たちの知恵であり、財産であり、全ての全てです。感謝いたします。どうぞこの恵み、この命の中にから外れることなく日々歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。